リトモ・カブリオは、ベルトーネが、フィアット・リトモをベースとして、オープンカートし、1981年9月から、自社生産して、自ブランドで販売した乗用車である。リトモ自体も、ベルトーネのデザインであるが、ボディ中央にアンチロールバーを持つカブリオレタイプが、ベルトーネのブランドで販売された。エンジンは、直列4気筒。 ボアファイ86.4ストローク 63.9mm で 1496cc、ウェーバーツインチョークキャブレター、圧縮比9.2を20度前方に傾けて、搭載してある。サイチェシーで 82PS、5600rpm、12.2kgm、3000rpm の 85s と、DOHC で 105PS の 100S が存在した。 日本には 85S が輸入された。最高速は時速 185km、0時速 100km は11.9秒。外国車ガイドブック 1984P200、P209、P142 は5名とするが同ページの写真は4座。外国車ガイドブック 1985P201、P211、P148 は5名とする。 外国者ガイドブック 1986P201P209 外国者ガイドブック 1987P203P217 外国者ガイドブック 1984P142 外国者ガイドブック 1984P142 ありがとうございます。